昭和21年の今日、第1回宝くじが売り出されていますね。宝くじの売り上げで戦後の経済再建に役立てようと、政府も本腰を入れてました。さあ、1枚10円、一等賞は10万円だよ。タコを上げて売り上げを上げようと必死の宣伝作戦。これがその第1回の宝くじ、1枚10円、一等10万円。それに副賞にキャラコが50やるってんですね。物がない時代ですからね、この副賞が人気を呼んでましたね。さて、この宝くじなるものを考え出した日本勧業銀行の片岡さんに伺ってみましょう。木札が発行されたわけなんです。これはまあ戦時中だったわけですが、この勝ち札の抽選がですね、8月の25日だったと思いました。抽選が8月15日ですから、その負けてしまってからですね、抽選が行われた。まあ、それで、まあ、勝ち札は第1回限りで終わりまして、第2回の富くじとして今度は宝くじというものを発行したわけなんです。でこの名前の時にはですね、富くじという名前はいけないけれども、くじという字を使うことはよろしいということで、いろいろ当時一緒に仕事をしている仲間の中からですね、名前を募集して、そして、そのうちで、まあ、宝くじが一番いいだろうということで、宝くじという名前を付けたわけなんです。さて、次に現れましたのがスピードくじ、続きましては三角くじ、黙って買えばその場で当たる。ああ、せっかちな日本人には大いに受けてましたね。そして次から次へと現れて、戦災復興公共事業の資金調達、地方財政援助とか、いろんな名目をつけてました。やがてくじの値段も100円に値上がりして、賞金の方も昭和35年からは一等が500万円、100円で500万円、大したもんですな。この人は第1回発売以来ずっと宝くじを売り続けているというベテラン、下野十三郎さん。なお、おしゃべりは第1回から買い続け、一遍も当たったことがないという三遊亭遊座でした。